説とは、元のモンゴル人武将。名前の原音はモンゴル語、旧六諸語でインドを意味する、ヒンドゥーが近いとされている。日本遠征の準備のために、高麗に設けられたトンを監督する、大鳥州計略士に任じられ、高茶球と共に、遠征の準備と、並行して三別省の反乱を鎮圧する。資源11年、都元水として、高麗を経て、日本に進攻する。 北九州に上陸したものの日本軍によって、進撃を阻止され、夜に入って撤退、木とは暴風雨のためた台の被害をこむった。資源17年、日本再生を苦心し、日本行商部城に任ぜられ、翌資源18年、政党元水として、あずま軍を率いて、北九州に進攻するも、現行防類によって、上陸を阻止され敗退した。その後も、説と率いる、 アズ軍は、死賀島を占領し軍船の停泊地とするも、日本軍の総攻撃により大敗し、死賀島を放棄して、行き島へと逃れた。続いて、日本軍は、行き島のアズ軍に総攻撃を観光した。日本軍との戦闘による苦戦と江南軍が、到着した知らせに接した、説とは、行き島を放棄して、江南軍の待つ平戸島を目指した。平戸島近海で、 高南軍と合流するも、暴風雨に遭い、大損害を被り、過労死手て高来へ逃れた。ありがとうございます。